民間に率先して進めていくべき。国の行政機関の多くで法定雇用率が達成されないまま長年にわたり放置されたことは大変遺憾であり、深く反省をいたしております。政府としては弁護士等の第三者による検証委員会の調査結果を踏まえ、10月23日に関係閣僚会議を開催をし、総理から各大臣に対し、今回の事態を深く反省をし、真摯に受け止め、組織全体として障害者雇用を推進するという意識を徹底し、再発防止にしっかりと取り組むこと、強い指示がありました。その上で組織として、二度とこのような事態が生ずることのないよう、私が各大臣に対し、事務方幹部に対してしっかりと注意と指導を行っていくよう伝えたところであります。今後は関係閣僚会議で決定した基本方針に沿って、再発防止はもとより、法定雇用率の速やかな達成と、障害のある方が活躍できる場の拡大に向けて、政府一体となって、全力で取り組んで責任を果たしていきたい、このように思っています。岡本光成君。官房長官、私この後障害者雇用促進法の目的を考えたときに、このように行政機関として取り組むべきではないかという問題定義提案させていただくつもりなんですけれども、その新しい出発地点に立つ意味からも、今述べていただいたような決意は当然重要だし、実際ぜひそれを行動に起こしていただきたいんですけれども、はじめに申し上げたように、その再スタート地点に立つ意味からも、ある程度しっかりとした責任が、国民の皆さんに責任を取ったことが見ていただけるような具体的な行動も必要だというふうに思っておりますので、そのようなことも含めて再発防止のために原因を究明をしながら、さまざまな施策を講じていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では委員長、もし許可をいただければ、官房長官はご退席をいただいて結構でございます。では官房長官ご退席ください。続きましてですね、同様のこの件について質問させていただきたいんですけれども、今回の水増しの仕方を見てまいりますと、各種さまざまなんですが、退職の職員の方を数に入れたり、育児休暇中の方の職員の方の数を加えるなど、全くの虚偽報告という事例まで実際に見て取れます。厚生労働省は毎年厚生労働白書という白書を作っています。この白書に基づきまして、いわゆる障害者白書も作っているわけですけれども、これらの白書にも毎年この障害者雇用の在籍状況が掲載されておりまして、要は毎年毎年虚偽記載をしてきたわけです。今回この事案を受けまして、本年度の白書につきましてはまだ発行されていませんけれども、本年度の白書の中ではこれまでこのように虚偽記載が